一社で用いるほか、駒落ち将棋のうち、主に二枚落ちの二歩突っ切り、定石で用いられる囲いである。通常は、七八金、六八銀、五八金、六九王の形。カニに似ているためにこの名称がついた。歴史は古く、江戸時代の三大定石書の一つ、福島純紀の衝撃ぬ部類に、すでに登場し、東欧橋流では門人にもっぱら二枚落ちではこの、 戦い方を教えていると述べているほどである。上部からの攻めに強いため、上部からしか攻撃できない二枚落ち上手に、対抗するには最適な形の一つとされている。また、簡単に組める割に意外と固いことから飛者の急戦と併用され、角交換をしない、指舎の棒銀でカニが恋に組むのも、定石となっている。また、後手でヤグラが恋に組む時には一旦この形に、 組んでから矢倉に組むのが定石となっており、蟹囲いは矢倉の子供とも呼ばれている。なお応用として、倉を組むかのように見せかけて一気に急戦に持ち込む、矢倉崩し定石とも併用される。米潮流急戦倉、英春流右島飛車の囲いは蟹が囲いであり、米潮流においては六八銀さえも攻めに使って、倉を攻略することもある。弱点は横からの攻撃で、 特に飛車の打ち込みに弱い。ただし玉を7九に移動させることによって、飛車の打ち込みにも対応できるようになる。それ以外にも、矢倉に近づけることによって徐々に固い囲いにすることができる。紙手が飛車と角行を落として指す駒落ち、二枚落ちでの下手戦方の中で、特に有名なものに、二歩突っ切り戦方というものがあり、ヘタが四筋と三筋の二つの不評をどんどんついて、 位を取り、神手を圧迫していくことからこの名で呼ばれる。この時に、下手の玉の囲いに2枚落ちにおいて攻撃バランスの良い、カニ囲いが使用される。初手からの差し手は6二銀7六歩5四歩4六歩、5三銀4五歩6二金3六歩3二金、3五歩,歩と、まずは4筋の位を取って、次に3筋の位を取る。随一以下の差し手として1例として5二玉。 四八銀二二銀四七銀七四歩三八、広く四歩三四歩同歩同飛三三歩、三六飛七三金三七計六三玉七、八金八四金五八金七三計六九玉、七五歩同歩同金七六歩七四金六、八銀六五歩九六歩九四歩四六銀、六四金五六歩八四歩、三五銀,銀,銀となる。途中七三桂で、 いつでも八五桂もしくは六五桂から七七歩という、攻めを用意する。ヘタは六八銀でカニが恋を完成しておく。上手の七筋の不交換に、ヘタの七六歩は、上手から七六歩とタレフを打たれるのを防ぐ意味である。ありがとうございます。